はい。 はい、どうも、ちょぼりです。ということで、今日はですね、現在、海外版イフットボールがとんでもないことになっているということで、ちょっと今日はね、その様子を皆さんと一緒に見ていけたらなというふうに思ってるんですけれども、ま、海外版っていうか、ま、中国版のイフットボールですね。ま、基本的にはね、日本のイフットボールと、ま、海外というか、ま、ヨーロッパとかね、ま、その他国々のイフットボールの仕様は同じなわけなんですけれども、中国版イフットボールだけね、こう、独自というか、別会社が運営してるんですかね。もう全くね、日本のイフットボールと 違う様子になっているというわけでこれまでも結構動画でね何本かご紹介してきたんですけれども今回本当に過去最大級ですねもうついにフットボールがとんでもないところまで来てしまってるんでちょっと今日はね皆さんと一緒に見ていきながら楽しんでいけたらなと思いますあ,あとですね皆さんのおかげでもうチャンネル登録者10万人があと少しのところまで来ておりますということで本当に皆さんいつもありがとうございます最近ね登録者もかなり増えてきてるんですけれどもよかったらねまだ登録してない方はこの動画に高評価とチャンネル登録していただけたらすごく嬉しいなと思いますてことで早速ね中国 フットボールの様子見ていきましょう。 はい。というわけで、まずこちらから見ていこうと思うんですけれども、こちらですね、前も軽くご紹介したんですけれども、中国版イフットボールではね、このレジェンダリーのカードデザインも結構変わっておりますということで、なんかちょっとおしゃれな感じになってるんですよね。まあ、これはね、負けれレとビエラのカードデザインなんですけれども、負けれも総合値107までいってますからね、これすごいっすよね。ビエラも105までありますということで、まあ、中国版ではね、前も紹介しましたけれども、ちょっとね、レジェンダリーのカードデザインも変わっております。あと、こちら改めての紹介になるんですけれども、こんな感じで中国版ではね、 このマルディーニの右上に5って書いてあると思うんですけれども、レベル上限を解放できるみたいな感じで、多分これで言うと、マルディーニにプラス5レベルですかね。なんではタレントポイント10ポイント分、ま、解放できるみたいな感じで、レベル上限を上げるアイテムもあるみたいです。で、なんとですね、これに関するね、レベル上限を解放した時のカートデザインの様子も、多分初めてですかね、出ておりますということで、こちらになります。これ本当にすごいですよね、もうめちゃくちゃキラキラというか、もうエピックビッグタイムとかいうレベルじゃないぐらいね、光ってますということ。若干もう目が 痛くなってしまうぐらい光っているレオンというわけで、まあこんな感じで中国版ではすごいこう独自の試みが見られてますね。あとその他にもですね、こちら見てください。なんと中国版ではね、週間 FP にこちらスキル追加ができるようになっておりますということで、これもすごい試みですよね。まあ日本ではね、まあやっぱりもう普通の週間 FP とやっぱスキル追加とかね、こう差別化を図るためにスキル追加ができなくなっているわけなんですけれども、中国版ではできますということで、これもどうなんですかね。まあよしよしあるかなというふうに思うんですけれども。 まあそしてここからがですね、まあ、本題というか今回も中国版イフットボールがとんでもない領域にまで来ているっていう話なんですけれどもまずこんな感じのイベントが来てるんですよねめちゃくちゃなんか中国っぽいなって感じがするんですけれどもなんとですね現在中国版ではイフットボールの選手を使ったなんかこのボスを倒すイベントも来てるらしいということでいやこれもうどういうことっていう話ですよねなんかこの三国志のイベントみたいなのが来てるらしくてなんか選手を使ってボスを倒すことによって報酬を もらえるみたいなもう完全に坂系じゃないやみたいなねえ感じなんですけれどもそんなイベントも来てるみたいです一応こんな感じの画像でねボスが来てるらしいんですけれども今回なんとねこのボスをね、まあ、倒しているというかこのボス戦のイベントの動画の方もね入手しましたちょっとそちら見ていこうと思うんですけれどもはい早速でこちら映像の方を見ていこうと思いますまあこのイベントのことですよね見ていこうと思うんですけれどもまあまず一回流れ見ていきますかこんな感じでボス戦みたいな感じでもうこの時点でねなんかすげえなって感じがするんですけどこっからこれ見てこれ やばくないこれ <laughs> <laughs> でもど,どんなゲームなんていうね感じになってますけれどもこれで倒すと、こんな感じで経験値とかトレーニングプログラムみたいなのがもらえるみたいな感じでいやこれ、すごくないですかちょっともう一回見ていこうと思うんですけどここから見ていくと、まあ、何なんですかねこのなんかこれ読めないんで分かんないですけどアイテムがもらえてそしてこう進んでいくとですよこ,れこの画面これやばくないこれがボスでなんか2万2100ダメージみたいな感じなんですかねババババばってこう出てますけれど本当どこまでイフットボール行っちゃうんだっていうね感じで。 ですごいっすよねこれねさすがに僕はねまあ、ここまではしてほしくないなって感じがありますけれども中国版ではねこんなことも起こってますということでこれ倒したらはいこんな感じで、まあ、イベントクリアみたいな感じなんですかねこれによって、まあ、報酬がもらえる感じみたいですこのイベントもこれすごいっすよねはいこんな感じですね中国版インフットボールではもうとんでもない領域にまで来てますということでまあ、こういう変なイベントとかねあとは週刊 FP に、まあ、スキル追加できたりとか、まあ、レジェンダリーのねカードデザインが変わったりとかほんとすごいっすよね まあ正直僕はね、まあここまではもちろん行かなくていいと思っていて、まあ普通に現在、e、のね、日本のバージョンというかね、中国版以外のバージョンでいいんじゃないかなと思ってるんですけれども、まあちょっと面白いなってことで今回はご紹介させてもらいました。ぜひ皆さんの感想もね、コメント欄で教えてください。はい、こんな感じでフットボール動画毎日投稿してますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。